皆さんこんにちは。株式会社パテントインベストメントの草野です。今回はですね、著作権編の著作権法を変えたディズニー、ミッキーマウス保護法ということですね。ディズニーというものはほとんどの方がご存知だと思うんですけども、そのディズニーがですね、アメリカで多大な影響力を持っていたがためにですね、アメリカの著作権法を変えてしまったということが起きました。ではなぜその著作権法を変えるに至ったのかという理由ですとか、それから推移、そのあたりをご説明していきたいと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それでは内容をご説明していきたいと思います。まずですね、ディズニーというと皆さん思い浮かべるものたくさんあると思うんですけども、いろいろありますよね。有名なところでいくと、やはりミッキーマウスとか、あとミニーとか、それから作品でいうと、白雪姫、アナと雪の女王、それからライオンキング、トイストーリーとか、たくさんありますよね。で、その中でも、やはり一番有名でかつ根源となっているものというと、やはりですね、ミッキーマウスかなというふうに思います。で、ミッキーマウスというのはですね、誕生したのが結構昔でして、で、そうするとですね、当時の法律だとミッキーマウスを保護する、著作権ですね、この著作権による、保護期間というのが、過ぎているんですね。ただ、未だにそのミッキーマウスは著作権法で守られています。で、なぜかというと、その著作権法が改正されたからですね。で、改正によって、保護期間が伸びたので、未だにミッキーマウスが保護されているということになります。では、なぜそのようにですね、法律が変わって、ミッキーマウスが守られているのかというとですね、理由はいくつかあると思うんですけども、その中で大きな理由があります。それはですね、そのミッキーマウスを誕生させた、ディズニー社、正確にはディズニーウォールドカンパニーですね。で、その会社がですね、アメリカ国家に対して多大な貢献をしているからということですね。で、なので、そのようなディズニー社を守るためにですね、法律を変えて、著作権による保護期間を延ばしたということになります。で、なぜそのディズニー社がアメリカに大きな貢献をしているかというとですね、一つ大きな理由がありまして、それはですね、ディズニー社がですね、まずかなり大きな売り上げを出していまして、日本円で言うと大体6兆円から9兆円ですね、かなり大きな、立派な、すごい大企業ということになります。で、当然ですね、売上が大きければ利益もそれなりにありまして、1兆円を超えている利益になるんですね。で、そうすると当然税金というものが発生します。で、その税金をですね、当然国に納めるわけなんですけども、で、ここまで普通だと思います。どんな会社も利益発生すれば税金を国に納めるのは普通だと思うんですけども、ただですね、有名どころの会社で言うとアマゾンとか、グーグルとか、それから、アップルとか、そういった会社ありますよね。そういう会社はですね、当然、莫大な利益を上げてるんですけども、それをですね、全部、アメリカに、納税するわけではなくて、実は、タックスヘイブンと呼ばれる、租税回避地ですね。ここに本社を置いて、で、その国の税制に合った、税金を納めるということですね。なので、アメリカ国家に、払う税金よりも、安いんですね。なので、多額の税金を払うことを回避して、大きな利益を上げているということになります。で、一方で、そのディズニー社というのは、そういったタックス成分などを全く使わずに、すべてアメリカに税金を納めているんですね。なので、アメリカ側からしたら、ものすごくありがたい存在です。なので、そういった国に貢献している会社を大事にしたいということで、ディズニー社に有利な法律を作っているということになります。ではですね、どのように法律が変わっていったかという推移を見ていきたいと思います。まず1番目にですね、1928年にですね、蒸気船ウィリーという作品の中で初めてミッキーマウスが誕生しました。で、当時の法律ですと、その作品の発表から56年間著作権によって保護されるというものでした。なので、1928年から56年なので、1984年ですね。この時まで、ミッキーマウスが保護されるという法律だったんですが、ただですね、
その1984年が、まあ、近づいた1976年ですね。で、この時に、まあ、あの著作権法が変わります。やはりディズニーを守ろうという面がやはり大きくてですね、でその時に変わったのがですね、著作権の保護期間を著作者の死後50年というように、まあ、ヨーロッパ側に合わせてですね変えたんですね。これによって、まあ、ミッキーマウスが保護される期間が2003年まで延長されました。19年伸びたということになりますね。で、またですね、その2003年が、まあ、当然、まあ、近づいてくるわけですね。2003年が、まあ、だんだん近づいてきた1998年に、著作権延長法というのが制定されました。で、これによるとですね、まあ、ディズニー社というのは法人なので、でその法人が作品を発行してから、まあ、95年間守られるという法律ができまして、この1928年から95年なので2023年まで延長されることというふうになりました。で、まあ、この法律はですね、その、まあ、ミッキーマウスを保護するという趣旨が大きかったので、ミッキーマウス保護法とか、あるいはあのミッキーマウス延命法というふうに言われています。で、今あの2018年ですので、まあ、もうすぐですね2023年来てしまいますので、また何らかの措置がされて、ミッキーを守るですね、著作権法が改正されて、また保護期間が伸びるということになるかと思います。まあ、このようにですね、ディズニー社は、まあ、すごくですね、その著作権法による優遇を受けていて、自社の、まあ、そのミッキーマウスをはじめ、まあ、いろんな、キャラクターだったり作品を、まあ、独自のものにしていると、人に使わせないようにしているということなんですけども、そのディズニー社はですね、非常に、まあ、著作権に関して厳しいというふうに言われています。で、それを、表す出来事が一つありまして、1987年ですね、滋賀の、まあ、とある小学校がですね、卒業記念として、卒業生106人が、プールの底、底面に、ミッキーマウスとそのミニマウスの絵を描いたんですね。で、それを聞いた、そのディズニー社の、まあ、人がですね、まあ、小学校に連絡をしまして、すぐに消してくれと。それは著作権に反しているので、まあ、すぐに消してくれというふうに伝えたんですね。で、まあ、普通に考えたらですね、小学生が描いた絵なので、まあ、そこまですることはないというふうに思う方が、まあ、大半だと思うんですけども、やはりあの、ディズニー社はですね、まあ、著作権に相当厳しいので、まあ、そのレベルでも、警告をしてその絵を消させたということが起きました。で、まあ、あの著作権法に照らし合わせるとですね、その著作権で守られているその絵とかそういったものを真似して描いていいというのはですね、まあ、個人的利用ですとか、あとは家庭内での利用、あるいはこれに準ずる範囲というふうに言われてるんですね。で、まあ、準ずる範囲というと、まあ、10人ぐらいのグループとか、まあ、そういった程度ならいいんですけども、ただ今回は106人というちょっと大きな規模になってしまったので、その大きな規模で、そのミッキーとかミニーの絵を描いてしまったので、まあ、やはりですね、著作権法に照らし合わせると、まあ、著作権侵害ということになってしまうかなというふうに思います。なので、まあ、そういったことがあったので、まあ、ディズニー社もですね、黙って見過ごさずにですね、まあ、小学校に警告をしたということになります。まあ、こういった出来事もあってですね、やはり著作権というと、まあ、真っ先に思い浮かぶのが、まあ、ディズニーなのかなというふうに思います。著作権による恩恵を、まあ、すごく、まあ、受けているのが、まあ、ディズニー社というふうにも言えるんですけども、やはりですね、まあ、著作権というのは、それだけ利益を生み出す可能性があるものですので、この辺ですね、まあ、うまく活用するといいかなというふうに思います。それと同時にですね、やはり著作権っていうのは、まあ、しっかりとした権利ですので、まあ、これを侵害しないように気をつけるということも大事かなというふうに考えています。で、今回の内容は以上となるんですけども、最後にですねお伝えしたいことがありまして、今回の動画をもってですね、今年最後の配信ということになります。で、これまでですね、ご覧いただいた方にはとても感謝しております。本当にありがとうございました。で、引き続きですね、来年も動画の配信を継続していくんですけども、で来年はですね、より興味を持っていただいたり、あとためになるような動画をさらに作っていきたいと思いますので、来年もですねぜひご覧いただければと思います。ということでですね、どうぞ来年もよろしくお願いいたします。
それではですね、皆さん、良いお年をお迎えください。それではまた。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは次回の動画もぜひご覧ください。